これはさ、AV を通じてもっともっと台湾と日本の友好を図っていきたいんだよね。そこで俺は考えたの。AV 男優オーディションを開催します。トニー陽希の台湾のために何かがしたいという気持ちに打たれて、男優オーディションというビッグプロジェクトを企画した日本の AV メーカーの敏腕プロデューサー秋葉雅人。役者は揃った、あとはオーディション本番に臨むだけだ。しかしそんな中、トニーは急に秋葉の元に呼び出される。一体何があったのか。どうしたんですか突然。ミオリマユニちゃんなんですけど、あのちょっと使えないですね今回。ちょっと今回難しい感じになっちゃいましたね。なんでですか。 YouTube でも大々的に発表したはずの人気 AV 女優ミオリマユが使えない。一体何があったんだ。え、どういうことですか。その会社やってるんで、これあるんですよ。いや、それはもう最初から分かってたことじゃないですか。久保さんだって、舞ちゃんで行くっていうふうに、あ、これで行けるねって言ってくれてたじゃないですか。まあ、そうなんですよね。まあ、いろいろその状況っていうのが、刻々と変わっていくので、まあ、選択の一つなんですよね。いや、だから選択の一つっていうか、だからまあ、みおりまいちゃんがいるからこそ、なんて言うんだろう、やっぱり向こうで知名度のあるみおりまいちゃんだからこそ、喜ぶっていうことで、それで同意したわけじゃないですか。社長ですよね。で、決めたんだったら、まあ、そのまま突き通せばいいだけの話なんじゃないですか。まあ、いろいろあるんですよね。いや、いろいろ分かる。だから、詳しく説明してください、だから。なぜ、いや、もうこの話はでも、もう以上です。いやいやいや、だから、いや、みおりまいは使いません。以上です。いや、だったら意味ないじゃないですか。だって台湾人を喜ばせるために、すいません、マイちゃんを、いやいや、だから、あと頼むよ。じゃまだ話終わってないですか。次の会合あるんで。いやいや、俺、キャバクラ行ってくるから、よろしく。いや、ちょっと。トニーさん、あのちょっとお話があるんですけど。何すか。実は